それでは7時定例記者会見を始めます。お願いします。はい、こんにちは、おはようございます。今日のお花はですね、オレンジ、これがガーベラですね。鈴の形の花をしたのがサンダーソニアと、これですね。緑色の実はヒペリカムというそうでございます。ちょっと難しい名前ですけど。さて、今日の発表項目は一つでございまして、山梨県早川町を去る7月5日6日、川根本町の鈴木町長さんとご一緒に訪問をいたしました。その報告でございます。まあ、早川町はご案内のように2年前に南アルプスがエコパークになりまして、本県で言いますと川根本町、それから静岡市の北側にございます井川、そして早川町、南アルプス市、韮崎市、北斗市の4市町の山梨県、並びに富士見町、伊那市、大鹿村、それから飯田市ですか、この4市町村、長野県、この10市町村で南アルプスの環南アルプス山岳連合を今連携中ということでございますが、そうしたご縁もございまして、さらにその昔から南アルプスの南辺を共有する川根本町と井川と、昔の井川村ですね、それと早川町とは旧来から行き来がございまして、早川町の方々がこちらに来られて隕石関係を結べられたり、また逆のこともございまして、ほとんどもう山梨県か静岡県かどちらかわからないような関係もございまして、そういうご縁もございまして、それからまた辻和幸町長は今9期目ということで、名町長の誉れの高い方で、しかも人口は1100人余りということで、全国で最も人口の小さい町としても有名であります。さらにまたリニア新幹線のトンネルを、早川、いわゆる南アルプストンネルですね、早川からずっとこの長野の方に向けて掘っていくということで、そのトンネルの一部が静岡県の南アルプスの山岳の間を通るということもございまして、そのさらにまた大井川の上流におきましては、二俣川、東俣川、西俣川、これ合流いたしまして、そこのかなりの水が東電の発電、田代第二ダムと、田代川第二ダムと田代川第一ダム、標高差全体で1000メートルぐらいあるんですけども、そこで発電をするために水を送ってるんですね。ですから昔から水争いが絶えなかったところでございまして、そうしたこともございまして、訪問したということでございます。本当にありがたいことに天気に恵まれたということがございました。それから辻町長さんが、ぜひ見てほしいということで、参りましたのが町役場だったんですけれども、町役場はその早川の森林材を利用されて、もう文字通り森の役場というふうにふさわしいようなところで、で皆大変明るくございまして、でそして2階に、議場があるんですが、その議場は議会が開かれた時には議場になると、さもなければさまざまな町の集会等に利用するということになりまして、なんて言いますか、非常に開かれた町役場の姿を見ることができて、これこそこれからの役場の作り方ではないかと思った次第です。そして、実は私はリニア新幹線のトンネルを掘っている現場と、それから畑渚第二ダム、これのが発電量大きいんですけれども、そこの この水、つまり大井川の水ですね、これは。ですからこの大井川の水についてはひょっとするとトンネルを掘ることによって、流量が減るってこともございますので、どれくらいの量でどれくらいの規模の発電がなされているかということに大変関心がありまして、この2点を見ることが、
明確には言わなかったんですけれども、目的だったわけです。でそのところをちゃんと辻町長さんはさすが9期名町長だけあってですね、田代川第二ダムにおきましては、東電の部長さんが通常は田代川第二ダムには誰もいないんですよ。今大月でもコンピューターで全部操作できるということなんですが、一部の人は早川町のこの山の下でですね、管理されているんですけど、通常は誰もいないと、そこにですね12畳の人が来ていただきまして、懇切丁寧にその現場をご案内くださいました。で、結果、これが極めて水が大切にされてですね、そして、発電所それ自体は大正期にまで遡るんですけれども、しかし、発電機や水車、こうしたものは1999年、この2000年に、かけて更新されておりまして、最新式の水力発電をしているということが分かりまして、それがやがて下に降りてきますと、日本軽金属の3つの発電所がありますけれども、その発電にも活用されているということで、ことごとくこの大井川の水が静岡県と、下流の方では静岡県、上流の方では東電早川町の電力源になっているということを実験した次第でございます。それからまたリニア新幹線のトンネル現場、これはご案内のフォッサマグナの現場です。フォッサマグナ、これは西日本と東日本を分ける地質上の、まさにフォッサマグナでございますけれども、7000万年前の地層と2000万年前の地層がむき出しで、その両方見られるというところが実はトンネルホールすぐ近くに、ございまして、でそこをまず見せていただきました。これは国の指定の、なんていうんでしょうか、指定記念物っていうんですか、になっております。アラクラっていう、新しいという字とクラという字を書きました。アラクラのフォッサマグナの逆断層、新旧の操作5000万年という歌は知ってましたけれども、この7000万年前の地層の下にですね、東側から2000万年前の地層がこの入り込んでるんですね。これを逆断層というそうですが、その現場を垣間見ることができました。そのすぐ近くに実は、そのダムもございますし、それからリニアのトンネルの現場もあると。でそのリニアのトンネルの現場につきましては、これまたですね、JR 東海の部長さん、執行役員の部長さんまでがお出ましいただきまして、広河原のこの試掘をして、広河原のこのいわゆる本線とは違って、そこからこう、なんていうんで、試乗口っていうんですかね、それを掘っている現場を見せていただき、そしてまた早川の非常口も見せていただき、そして残土の処理の現場も見せていただき、仮に大きな水が出た場合にその水の処理のする場所も見せていただき、懇切丁寧に見せていただきまして、本当に心から感謝しています。静岡県でですね、今大井川の流量がどうなるかということについて、たくさんの市町の方たちがご心配されておられますけれども、トンネル現場を見に行ったのは今回鈴木川根本町町長と私が初めてじゃないでしょうか。現場を見ることで、いかに早川町の方々のご理解を得ながら工事が進んでいるかということは実験した次第で、ございました。それからですね、早川町の一番北側のところにどん詰まりになってるんですが、そこから甲府盆地に出る道を今回のリニアのトンネル工事で出る土砂等を上手に活用しながら、国と県と早川町が一緒になりまして、JR 東海さんとご一緒に5キロの道を作ると、そのうちの4キロはトンネルになるんですが、プラス1キロの道をつけまして、一気にですね、その甲府盆地に出られるという、そういう道作りに活用されているということで、残土の利用の仕方、あるいは工事と地域発展とを絡めるという、その知恵にも非常に感じ
入りました。でそしてそこは奈良県の奈良という字に田んぼの田と書きますんですが、どうして奈良という名前があるかご存知の方いらっしゃいますか。でそこに驚くべき伝承がありまして、で後見天皇という女帝ですね、聖武天皇のご息女でございますが、聖武天皇がご退位なさった後、聖武天皇が皇徳天皇が即位されます。女帝です。男の子のように育てられてですね、しかし病を得られるわけですね。でそして758年に順仁天皇に位を譲られるんですが、その時になんとその早川町そのに来られて、そこ温泉があるんですけれども、そこで体を癒されて8年間とどまられたということでですね、でその伝承を大事にして女帝の湯ってのがあるんですよ。入られた方いらっしゃるでしょうか。静岡県で入ったのはですね、知事公室にいる森君だけです。施策企画部長の森ではありませんで、で女帝の湯に入ったっていうんで、どうだったと、いやーもう眺めが最高でしたと、まあ、こういうわけです。そこには静岡県じゃなくて山梨県の企画局がやってる、企業局がやってるダムがあるんですが、まあ、これはですねもう、全部土砂で渦まってですね、あれはもうダムとしては実質上機能していないに近いというふうに思った次第でございます。そういうだからいわば池みたいになってるんですが、まあ、湖みたいになってるんですけども、まあ、両側は美しい山々でございますので、最高のところです。でそこにですねその後見天皇がお越しになられて、体を癒されたという伝承のお宮様とかがございまして、でそれを記念する形で民族資料館などが作られて、またそこに山岳写真で有名な、白畑先生のですね、白畑なんておっしゃったっけ、白畑四郎先生ですねの写真館もあって、これもまた上手にですね作られておりまして、まあ、本当に感動をいたしました。でさらに、まあ、ちなみに後見天皇というのは退位された後道教によって病を治されたってことになってるわけですが、どうも、女帝の湯に入られたのがその貢献が良くてですね、元気になって、それで道教と何て言いますか、良い関係を作られたということのようですね。その後もう一度天皇に復帰せられます。長祖と言いますけれども、それが聖徳天皇という、まあ、ことでございますが、まあ、ともかくですねその同じ頃に杉が植えられてるんですよ。天平の杉ということで、これは湯島の杉と、湯島の大杉と言われるんですが、ご覧の人いますか。こんなものです。ですから縄文杉に勝るとも劣らぬ、まあ、縄文杉っていうのは屋久島の縄文杉、まあ、縄文時代は3000年ぐらい前までですから、杉は縄文の時代の杉ではありません。屋久島のものはみんな千年ないし、まあ、数百年の歴史を持っている杉なんですけれども、まあ、それに勝るとも劣らないですね、まあ、天平の古代杉とも言うそうですが、天平時代に持ってこられたと。でまさにパワースポットでですね、そこに来るとみんな元気になるそうです。で杉には男の杉と女の杉があるんですって。大杉と雌杉があるらしい。で後見天皇が女帝でいらっしゃるので、雌杉は何かその女帝の何か働きがあったんでしょうか、燃えてなくなったそうですよ。でその大杉がもう堂々たる姿を見せて、まあ、天を仰いでるわけですね、を見せていただきました。でそしてまたご案内のような赤沢と言いましたかね、このいわゆるその身の部にお参りになる方が、七面山にもお登りになるというその途中に宿がございまして、その宿もですねやっぱりこれ国の指定の伝統なんて言いましたか、伝統物、伝統建造物の遺跡の遺跡じゃない、まあ、現存するものとして認定される。静岡県にはですね焼津に一つあるだけですよ。でそこに学生さんなどが来て、またそばがうまいんですよ。
で高低差があるその宿としては日本でたった一つだそうですよ、というものがございまして、また皆さん習字なさる人にはあの、天習字つづり天畑雨が畑、天畑のすずりの現場もですね、博物館を通して見ることができると。で実際にあの自分ですずりもあの作れるようにしておられまして、わずか1100人ですけれども、まあ鈴木町長さんもですね、鈴木ちゃんさんとか7000人以上いるんじゃないですか。感動されてましたね。でそれであの、これから3人っていうか一緒にやっていこうと。で南アルプスっていうのは緑でしょ。ですからこの関のアルプス、関南アルプスの連合体を作るのに何かいい名前がないかっていうんでですね、それだからエメラルド、つまり緑ですね、エメラルドのネックレスということで、関南アルプスエメラルドネックレス構想ということで、そのまあ中心を早川が担うと。でその、服って言いますか、これを何て言いますか、鈴木川根本町の町長が担うと。で川勝平太がその応援団長になると、いうことで、そこで意気投合したわけです。でそれについてはこの南アルプスの、山開きを、7月16日に静岡市でなさると、まあ、いうことなんですが、残念ながら鈴木町長は行けないというんですよ。なぜかというと市道の環状線があの土砂で渦まっているということなんですね。まあ、行こうと思ったら一旦静岡市まで降りてきてまた上に登ればいいんですけど、まあ、そういう状態に、まあ、なっていると、まあ、いうことでですね、本当に残念があってられました。まあ、ですからあの静岡の目が実は南アルプスの麓にまで及んでいないということがあると思います。でちなみにあの、田代川第二ダムや第一ダム、さらに早川のダムもあるんですけれども、そうしたこの電源が立地しているところには交付金が出ます。でその交付金の額は早川町だけで4000万の毎年交付金によって潤っているわけですが、年間20数億円の予算でございますのでですね、非常に重要な財源になっているわけです。で私はおそらく思うにこの今井川はですね、鈴木町長によると500人ぐらいの人数になっているそうですね。で昨年行った時には、まあ、700、800人とおっしゃってました。かつて6000人とか8000人いたのが、まあ、10分の1以下になって、でそしてあの、川根本町の千頭からこの上の方に行くのにですね、線路も土砂で覆われていると。で井川の駅は、その駅を降りてあの道に出るところに橋がありますが、その橋が流されているのでですね、あの、井川線が普通になっているわけですね。ですからもうあの非常に困られているわけですが、まあ、井川といえば当然その畑薙のダムがあります。で第二ダム第一ダムがあるでしょ。それから井川のダムがあるでしょう。でこれだけで20万キロワットですよ。であの、早川町は田代川ダムが4万キロで、それで4000万もらってるわけです。ですから私はですね、あの、辻町長さんがおっしゃってましたけれども、電源立地してるんだから井川はその交付金があれば十分に様々なことができるというふうに言われてたんですが、もう最もなことだと思いましたね。まあ、そうするとその早川町とその川根本町、失礼しました、早川町と川根本町の間にこの井川があるわけですが、その環状線という道もですね、土砂に覆われてるし、いろいろな脇道がもう土砂に覆われたままずっと今日まで来てるんですが、こうしたことはですね、もうあの独立する以外ないんじゃないかと思って、もうそういうことでエメラルドネックレスはその県境を越えて長野県と、それから静岡県と、それからこの山梨県の県境を越えて、これから作っていかれるのがいいと。まあ、これは言ってみればですね、三遠南進の運動であるとか、近年、注目されている今土屋君も、土屋副知事も頑張っていただいておりますけれども、神奈川県の箱根、そして静岡県の伊豆や富士といったところが一体になると。で大山町さんも、お隣の山北町ほかですね、足柄の町々と一緒になって、むしろ静岡県を向いているよりも神奈川県を向いてさまざまな行事をされておられるわけですから、まあ、こういうあの県境を越えた試みの一つとして、南アルプスの関南アルプスエメラルドネックレス構想を私は本気で応援をしたいと
で、そしてイカオはですね、その電源がありますので、それだけでも 2,30 万キロワットありますから、まあ、十分に交付金が出てくるので、それでですね、今たった一人市会議員しかいないでしょう。で、彼は浮いてますね、気の毒に。だけど、まあ、そういう弱いところにですね、一番必要なのは道作りでありインフラ整備です。で、今救急車は行かないんじゃないですか。だからもう非常に厳しい状況になって、で高齢者率も高くなってますので、今回訪問をいたしまして、水のことで訪問した、トンネルのことで訪問したんですけれども、まあ、最終的にはですね、将来につなげるためにはこの南アルプスを活用した形での、連合を作っていくと、連携を作っていくことが井川であるとか川根本町の生きる道ではないかという実感を強くいたしまして、両町長様もですね、そのことに賛成いただきました。それからさらにですね、これもやっぱり辻町長さんから伺ったことなんですが、愛の岳と呼ばれた方いらっしゃいますか。静岡県の南アルプスの、山でございますが、これはまあ早川町とその、本県の最北端、こう、まあ、さらに南アルプスにもまたがっているんですが、この愛の岳、北岳、納取岳、これが、まあ、白根三山と呼ばれて日本百名山にも選定されている名峰なわけでございますが、平成26年4月に国土地理院が全国の主な山々等を最新の衛星測位システムに基づき再測量した結果、愛の岳は従来より約1メートル高くなったと。で、そして、これによってですね、3190メートルになったと。で、これは3190メートルというのは奥穂高と同じです。で、奥穂高は北岳に次いで3位です。で、北岳は3193メートルですから、この北岳は残念ながら山梨県にございますけれども、ゴールドメダルの富士山と、その銅メダルの愛の岳がですね3位になったと。これもですね、考えてみればすごい話です。山がですね、知らぬうちに1メートルも隆起してたと。これは年間4ミリ隆起している南アルプスが作り上げた造山活動の帰結であると、まあ、いうことでございますけれども、まあ、そこにトンネルを掘るということなのでですね、トンネルの問題は早川町のようにその、この残土を上手に利用して地域発展にしているところと、ただただ安全に環境を保全してくださいと言って頭下げているだけの静岡県側のですね、態度とに今天地の開きがあるなと思いますが、今畑の方から向こうに行くのにもですね、その私はそこで道を作っていただくということがあり得るかと思ったんですね、工事に入るのに。道が塞がれていればトラックも入っていけないでしょう。だ、そういう状況があるということをもうぜひ静岡県民の方々、特にですね、大井川に、の恩恵を込められている方々は知っていただきたいというふうに思った次第でございます。早川町、から学んだ2日間でございました。改めて辻和幸町長に厚く御礼を申し上げたいと思っております。また2日間ですね、ご一緒に山仲間として同行していただきました川根本町の鈴木町長様にも厚く御礼を申し上げたいと思います。私の発表は以上でございます。ありがとうございました。すいません、幹事社の静岡新聞からお尋ねします。今の知事の発表項目で環南アルプスエメラルドネックレス構想というのが出てきましたけれども、これは3人の首長さんの会談でまとまったという理解でよろしいでしょうか。そうです。エメラルドというのはどこから。はい、これはですね、ボストンという町がありますね、アメリカの東海岸に。で、そこに川が流れています。で、川の右岸、これがしょっちゅうこの氾濫していたわけです。で、そうした中でですね、氾濫源だから地価が安いわけです。で、そこで、経済的に恵まれない人たちが家を作ると。そうするとですね、何年間か経つと大洪水に見舞われて、で結果的にその、災害の犠牲になるということが続きました。そこでボストン市の方はどうせそういうことであればということで、その水をですね、上手に利用して水をこう回したわけですね、きれいにネックレスのように氾濫源のところに。で、周りにこの植栽をしたわけです。で、そこは公園になったわけですよ。で、これをエメラルドネックレスというふうに言ったわけです。ですから、この
まあ、これは実はあのニューヨークのセントラルパークというのもありますでしょ。あそこにも湖というか池があるでしょう。あれもあそこも湿地帯だったわけですね。あれも全部水をあるところに一つにまとめて、まあ、公園になさって、そしてその水が上手に、こう活用されるように植物を植えると、まあ、それが公園になったわけですね。そうしたあの考え方はこの19世紀から20世紀にかけてですね、まあ、アメリカはニューヨークやボストンで活用していたわけですが、ボストン の, その例は非常に有名で、それがエメラルドネックレスというものであります。わかりました、ありがとうございました、はい。そうしますと、あの井川は今現在静岡市でございますが、はい、この構想に関して静岡市さんへのお声掛けというんでしょうか、そういうことは何かお考えでいらっしゃいますか。そうですね、まずは今度はあの調整会議、なかなかあの静岡市の方が腰を上げてくださらないので、一緒にお目にかかれないんですけども、まあ、これは、まあ、この間日詰先生がどっかの新聞に書かれてましたけれども、特別自治市、これを主張されているわけですね、まあ、これ特別自治市と特別区というのは両立可能ですね。特別自治市というものになって、そこに特別区があっても構わないわけです、あの二者択一ではありませんから。そうした中で青い区は一番広いでしょう。で、青い区の人口減ってます。で、合計得市長率もですね、あの静岡県全体の中で、まあ、清水に続いてですね最低ですよ。だから非常にあの、人口減も厳しいし、人口のみならず面積も広くて、特に、まあ、井川地区におきましては社会流出や、まあ、高齢化が顕著ですのでですね、まあ、そうしたことを睨みながら、まずは青い区の自治基礎自治体としての力を強めるためには、まあ、私はまあ特別自治市と特別区が両立してもいいし、とりあえず基礎自治体としての力を強める必要があると。そうした中でですね、このエメラルドネックレス構想というものがありますと、これはもう電源立地による交付金がおそらく、まあ、億単位で出るんじゃないかと思うんですよ。あの畑名木だとか井川ダム の発電量に照らしますとね、そうすると、まあ、十分にやっていけるのでですね、改めてこの10年間本当にこれで良かったのかということを、もうそれこそ限界集落で以下はなくなりかねないという状況になっているので、まあ、私は極めて心配しておりましてですね、こうした問題は直接市長さんともお話をして、早急にですね希望を持てるような、山あいの人たちが希望を持てるようなものを作っていかんといかんという、まあ、危機感を持って、今度調整会議に臨みたいと思っております。ありがとうございます、はい。各社さん、質問のある方はよろしくお願いいたします。すみません、毎日新聞の荒木と申します。このエメラルド構想についてなんですけれども、山梨県庁さんといいますか、山梨県知事さんといいますか、山梨県側としてはどのように。早川町としか話してしません。ですからまずは今度、十市町で作られている連携ネットワークがありますね、まあ、そうしたところでおそらく早川町の方からですね、まあ、こういう話をされていくんだと思います。で、私は私で安倍知事さんだとか後藤知事さんだとか、まあ、こういうあの知事のレベルでですね、まあ、僕は応援していくと、まあ、いうことで、まあ、それにおそらく反対はされないと思いますが、何しろ南アルプスはみんなで共有しているものですからね。で、これを、まあ、あの新しい地域資源として、そこらに住んでいらっしゃる、特に山に住んでいらっしゃる方たちを励ますためのものですから、まあ、ネーミングはこれ仮のものでありますけれども、まあ、ただ、エメラルドネックレスというボストンのこの緑のネックレスはですね、これは人工のものですけれども、あの南アルプス この周りっていうのはこれ文字通り、あの自然が作り上げた緑の、まあ、なんて言いますか、緑と自然、人間とが共生している。で、しかもそれぞれ皆非常に多様な文化を持って、これまでの歴史を培ってこられたのでですね、でこれをこうつなぎつけると、つなぎ合わせるということで、まあ、とりあえずこれに対して反対をされる理由はないということで、今度、全国知事会でもし長野県の知事さんや山梨県の知事さんがご指摘されればですね、こういう話を持ちかけてみようと思っている次第でございます。ありがとうございます、はい。では幹事社質問の方に入らせていただきます。2つさせていただきます。1つは、あの先日参議院選挙が終了いたしました。この選挙の結果全般について
知事の受け止めをお聞かせください、はい。もう一つは知事の残り任期があと1年残り1年を切りました。これに関して残り1年の県政運営について望む姿勢と、重点的に取り組みたい施策について教えてください、はい。もう1点、来年の次期知事選挙に向けて現在の知事ご自身のお考えをお聞かせください、はい。以上です。まず最初の参院選の結果ですね。静岡県からお二人、ほぼ、同じくらいの得票を得られまして、若い、国会議員が一人は再選、新しくもう一人は誕生したということでですね、それぞれ、お二人に対しまして心からお祝辞を申し上げたいと。でまだお二人とも若いので、これから立派な政治家になっていただきたいというふうに心から記念しております。そして敗れられた3人の方がいらっしゃいますが、大変無念だったと存じますけれども、人生の一つの挫折というか、苦は楽の種、楽は苦の種と言いますので、これを人生の糧としてですね、今まで主張せられたことを、諦めずに、これからもご活躍をしていただきたいというふうに思います。全国におきましては、アベノミクスが争点になったわけですけれども、いわゆる、隠しテーマがあると、これが憲法の改正だということで、その点は野党の方からは何度か言われてましたけれども、文字通り選挙が終わって3分の2の衆参両院議席を獲得しましたので、早速憲法改正の話が首相自らの口から出ておりますね。ですからいよいよ安倍総理の本来の政治家としての原点、アルファとオメガ、原点であり目標である憲法改正が正面に出てこれから来るということになったなというふうに思っております。もちろんアベノミクスといいますか、経済は重要です。だけど、安倍晋三首相ご自身にとっては経済は手段であって、もちろん重要な手段でございますけれども、これが停滞していれば前に進むことができませんので、しかしこれはあくまで、首相ご自身にとっては私は手段であるって、本来の目的は憲法改正であるということは初めから確信しておりましたが、いよいよ、その、本心がですね、公然と語られるようになったと、それが今回の結果だと思っております。ただこれがやはり国民から見てどうかということでございますけれども、そうですね、いくつか の一人区というのがございました。特に、私は非常に立派な方だと思っていた福島県の岩城法務大臣ですね。あの方は自転車のことでですね、静岡県のベロドロームについても ご理解があって、1月のアジア大会があったんですけれども、その前日のレセプションにわざわざ福島から来ていただいて、励ましていただいたということがございましたが、残念ながら敗退されたということでございました。これは明らかにやっぱり原発の問題が効いているということで、これに対してですね、やっぱり県民は本当にこの危険かもしれないものを、いわゆる規制委員会が OK と言ったら動かしていいというのは簡単なことではありませんよという、そういうメッセージを突きつけたんじゃないでしょうかね。同じようなことが沖縄についても言えますね。沖縄の普天間の基地の移転については、これはアメリカとの約束だということでですね、粛々と進めるということでございますけれども、現職の沖縄担当の大臣が敗れるということがございました。ですからここでもですね、非常にこの先鋭的な問題について、民意が厳しく首相を問うているわけです。さらに鹿児島の今の仙台原発というのがございますが、ぐーぐーその、参議院選挙と知事選挙が一緒になって、私が非常に仲良くしている、伊藤知事、あの方は今富国有徳論をですね、一緒に有徳塾やってるんですよ、鹿児島でもう10年以上、彼が敗れたということですね。でそして、三田園さんという新しい人が当選したわけですが、この方は反原発ですから、仙台原発を止めるということを公然と言っておられたわけですね。ですからここにもですね、
やはり参議院選の争点ではありませんでしたけども、そうした民意が反映していると、さらに言えば、私京都の出身ですけれども、1997年から長野県の住人になっていたわけです。その長野県で若林という前の農水大臣ですね、そのご隷属の方、現職の議員さんですけれども、彼が民主党推薦の方に敗れるという、これも大波乱だったんじゃないかと思います。それが起こっているということですね。それからもう一つ、やっぱりどうなるかなと思って見ていたのは三重県の選挙です。何しろ安倍総理2回も入られて、一番最後は岡田さんが生まれ育った町のど真ん中に入ってですね、行かれたぐらい力が入ってたわけですが、ここで、岡田さんが応援された方が入ったと、いうことで、三重県知事までですね、自民党の応援をするという異例の事態が起こっておりましたけれども、ここでも安倍さんの思った通りにはならなかったということがございますので、全体数字としては3分の2を取っているわけですけれども、与党全体でですね、しかしながらそういう反省材料をちゃんと自覚していただいてですね、これからの国政に当たっていただきたいということで、ぜひ慢心されなくて、やっぱり政治家として、この本来の政治家としての目的というものにこれから入っていかれるのでですね、この時によく国民のお声をお聞きいただいて、そしてどっか強引というふうに見えないようにですね、謙虚に国政を進めていただきたいというふうに思っている次第であります。2つ目の、残り1年の県政運営に望む姿勢と重点的に取り組む施策ということなんですが、これはですね、8つの重点領域があります。これは危機管理がありまして、経済政策が3つですね、内陸のフロンティアを開く、エネルギーの地産地消、そして新しい成長産業を起こすと、それから人に関わるものが3つございます。少子化対策、それからさまざまな道を通じて人を育成していくという人材育成、それから健康寿命を延伸するという、この3つがございまして、また本県のいわば国敗れて山があると言いますけれども、富士山というものは先祖から将来にわたってですね、我々を励まし続ける存在なので、富士山を後世に継承していくということがございます。これは世界への約束でもあります。この8つ、それに対してですね、今風間さんもご存じのように3つのですね、世界に羽ばたくための政策を掲げております。これはスポーツと地域外交と第一次産業ですね。でこれ世界に羽ばたくと言ってるわけですが、私もこれ我々が行って、しばらくして国の方もですね、農産物を輸出して先端産業にするとかいうふうに言われ始めておりますし、スポーツはオリンピック・パラリンピック・ワールドカップがありますから今でもありません。ですから地域外交についても、なるほど舛添さんは都市外交でつまずきましたけども、これが重要であることは言うまでもありません。ですから地域外交というものはこれからの地方自治体のですね、一つの柱にならねばならないと思っているわけですが、これは平和を作り上げるために全ての地球の方たちが誰もがですね、努力すると、国のトップだけに任せないということですね。なぜかというと、もし戦争になったら犠牲になるのは国民全てでございますから、そういうことなんですけれども、でそうした中でやっていくとですね、もうこの度は、今総合計画会議のいよいよ評価に入ってくるわけですね。でこの評価がですね、秋ぐらいに出てくると思うんですけれども、相当前倒しをしてやっておりますので、実質10年計画を6年半ぐらいでやってるんですよ。でそうするとこの新しい出発をしなくちゃいかんということでですね、この10年のいわゆるこのアクションプログラムと前期後期合わせて6年半のやつが総括を迎えております。でそこから出てくる新しいその静岡県の姿は何かというとですね、我々は富士の国、日本の理想郷を作るということだったんですが、これを堂々と言えるようになったのではないかと、昨今のアメリカの49人の人たちが一朝にして命を落とすというふうな凄まじい殺戮がありました。あるいは警官が黒人の方々を
いじめるというようなこともございましてですね、それが人命奪う場になっています。そうしたところにアメリカンドリームというものを感じることができるかというと非常に難しいと思うんですね。つまりアメリカンウェイオブライフというものは全ての人に希望を与え、夢を与え、実現ができるところだということで、全世界の人々の憧れの的になったんですが、今アメリカは病んでるんじゃないかと思います。一方、これと向こうを張って、強国になりたいという中国は、チャイナドリームというのを、提唱されているんですけれども、今回南沙諸島について司法裁判所、国際司法裁判所がですね、あなたのやってることは間違っていますよという、裁定を下されたわけでございますが、これに対してももう堂々とノーというというですね、傲岸不遜なとも取れるようなこの応接をされているわけですね。でこうしたことは誰も真似したいと思わないでしょう。そういう意味ではですね、チャイナドリームっていうのもどうかなと。でそうすると残されたもしドリームを提供できるところがあるとすれば、私は日本ではないかと。だからまさにこのジャパニーズドリームというのを語れるかどうかと。それは日本的な生き方、あるいは日本人らしい生き方といいますか、暮らしの立て方ですね、ウェブライフ、これを住んでよし、訪れてよし、生まれてよし、座ってよしというか、学んでよし、働いてよしのですね、こういう地域づくりが、仮にこのカルチュラルオリンピアードなどを通じてですね、素敵な景色と食事とおもてなしと、とで、これが理想とされると、ジャパニーズウェブライフが、このジャパニーズドリームとして語られる時期が今、到来しているなと。私はその先頭に立ちたいと思ってるんですよ。でそのためにはですね、まずはこの今6月予算を、補正予算をご審議賜ってますけれども、これが通りますればすぐにそれを実施していきます。だから9月予算、補正予算ですね、12月補正予算、それから2月のこれいわゆる本予算があります。これホップステップジャンプです。で3月にですね、内閣改造をいたします。内閣改造というと、例えばそうですね、今日は副知事の方来てられませんけれども、いよいよ伊豆半島の担当の副知事も2年経ちますね。でこれがもし成果がなければですね、誰も来てないんですか。もう一人の知事さん、副知事さんがいるでしょ、に取っかえることもできるでしょ、吉橋君もですね、もう自分は天竜の生まれだけど伊豆半島大好きだと、当初から言ってられましたから、そういうことも含めて適材適所というものを考えながら、もちろん定年で辞めていかれる方もいらっしゃいますので、この3月にかけ、2月から3月にかけては、この適材適所の人事をしていくということがありまして、この9月、12月の両補正予算、これをホップステップにして、2月の当初予算になだれ込んでいくと、こういうことでですね、チーム川勝といいますか、チーム県庁として、今意気込んでいるところということでございます。それから来年の次期知事選に向けて私自身の考えをということですが、まだ1年もあるんじゃないでしょうか。だから来年のことというのは鬼も笑いますね。私自身はですね、日々は早稲田大学が生んだ大石学、しかもこれは通信教育で大学の学生になり、大学の教授になられて、古代史においてやられた津田宗吉という人がいるんですけど、この人の和歌にですね、明日いかに散らむな知らず、今日の日の今日する技に我が命ありという和歌があるんですよ。私はこれもう学生の頃から知っておりまして、そういうふうにいきたいというふうにいつも思っていました。で今は特にそうですね。特に例えば私ちょっと様子が今出てるんですが、今日朝ですね、1階から5階までもう階段上がったんですよ。でまだ大丈夫だと。でもし階段が上がれなくなったら、でこの別館の5階に災害対策本部の部屋があります。でその時にエレベーターが動いてるというふうには想定しない方がいいでしょ。だからそこに歩いていけなければダメだと。でグーグー東館の5階に知事室があるんですね。ですから5階まで階段が上れなくなったら私はすぐやめるということをもう折に触れて周りの人に言ってるんですよ。だから上がれなくなったらそろそろやめます。
それはもう危機管理ができないということでですね、ただまあエレベーターもですね、あそこに水野さんという何ですか、管理室の非常に人のいい青年がいてですね、私が来ると思うとエレベーターのボタンを押してくれてるんですよ。でたまたま空いてれば悪いでしょう、だからそれ乗ったりしますけれども、まあ、差もなければですね、まあ、基本的に、本館から入るか、もしくは東館から入って5階まで歩いて、登ってるんですが、まあ、これもやっぱりこういつでもやめるということがいつ来るかわからんと、明日いかに散り行くということですね、散らむなしらずという、まあ、そういうことでやってるんですね、まあ、ですからまあ三代小西、この三代小西、三代小西、仕事に順ず日を重ね、ナチルとてもね、ナチルとても食いることなし、まあ、こういう感じですかね、自分の言葉で言えば、まあ、そういうことで臨んでいるということにつきます。ありがとうございました、はい、そうしますと一つは腰痛次第というところもあるようですのでこれも30の頃からありまして、勉強のしすぎと重い本は両方の手で持った方がいいといつも思った、まあ、立派なカバンをイギリスで買いましてね、革製の革自体もうそれ自体が重たかったんですが、そこにも本をぎゅうぎゅう詰めに詰めて常に右手で持ってたんですね。でそれがある時、腰痛として出てきまして、まあ、ですからこれは持病なんですけれども、まあ、これは上手に治し方は知ってるんですけども、まあ、何らかの事故だとか何かの異変でですね、5階まで上がれないということになったら翌日やめます。これはおそらく高井君も知ってるでしょう。初めて聞いた、他に聞いた人いますか。あんまり言ってないようだ、ね、だけど、その折に触れてですね、そういうことを申し上げておりまして、まあ、今日は堂々と講演をしております。ありがとうございました、はい、質問のある者はよろしくお願いします。あ、じゃあ福島さん、今の階段の例えなんですけど、はい、階段を上がれる限りはやるという意欲をこう持ちたということで、やっぱこれ階段が上がれなくなるっていう時っていうのは私にとってすごく深刻な問題で、まさかおんぶしてもらってですね、まあ、いかにこの白井君が頑強だと言ってもですね、5階まで私をおんぶしていくのは大変ですよ。だからそういう時には知事を務めてはいけないと、たまたまここ5階にあり知事室も5階、対策本部室も5階ということですから、そこに寝泊まりせんといかないで、下にも降りなくちゃいけないと、これはもう階段でしょう。もうですからこれはもう一番最初にそう思いました。だからこの7年間折に触れていてる白井君や高井君はですね、知らないのがおかしいぐらいですよ。高畑君も知らない、本当残念です、誰も知らない、そういうことです5階まで階段上がれる人は誰が知事やってもいいっていうもんじゃありませんからね必要条件だと思ってます。テレビ静岡加藤です。参議院選挙の18歳選挙権の、まあ、成果、それから課題についてちょっとお聞きしたいんですが、総務省が抽出調査を出した結果が18歳が 51.17%、19歳が 39.66% で、昨日高市総務大臣、18歳に関してはまあ割と高かった、それから主権者教育をこれからも充実させていきたいとおっしゃっていました。県内においても高校、それから大学で手探りの状態でいろんなこう選挙政治の仕組みや説明したり投票を流したりというのがありましたが、県内におけるこの18歳が参加した選挙、知事はどんなふうに受け止めて、今後どんなふうなことを考えていきたいと思っていらっしゃいますでしょうか。はい、受験で忙しいとか、誰が立候補してるかわからないとか、政治のことはわからないからと、まあ、そういう大きな理由で、それをまあ大きな理由として投票に行かなかった人がいるみたいですね。まあ、しかしながら、それが自分自身の政治認識だということを示すためにも行った方がいいと、わからないと書けばいいということでですね、投票には行かないといけないという教育をまずするべきだと思います。
ですから政治がどうなっているかということについてはもう自分で勉強するわけないですよ。新聞がありますからね、まあ、特にあのテレビ静岡なんかを見ていればですね、よくわかるんじゃないでしょうか。テレビ静岡読売でしたっけ、失礼しました、富士山系ですね。あ、富士山系さんでしょ、まあ、なかなか後半のね、テレビをやってられたり新聞書かれてるわけですが、まあ、そういうあののと朝日新聞を読み加えると、あるいは、まあ、同じ地域新聞としては中日と静岡を読み比べるとかね、いうふうなことをするとかいうことをすれば、もう本当にあっという間にですね、現状を知ることができます。だけど知らないということであれば、知らないこと自体が自分だということで、それを選挙の時には投票用紙に白紙でもいい、あるいはその旨を書いて無効票になるのもいいということでですね、どこかの国のように、まあ、いよいよこれを本気で考えなくちゃいけないと。特に19歳がですね、5割を切ったというのはこれ危機的です。つまりこういう人たちは将来どうなっていくんだろうということですね。でそしてまた国によっては罰金の背を設けているところもございますでしょう。私はそれが正しいと思います。まずはしかし今回 55% という、この投票率が確保されたということで、2分の1をクリアしたというのは大きいと思うんですね。やはり過半数というのが多数決原理の基本で、多数決はこれ民主主義のルールでありますから、まあ、したがってこういう定速数というものをやっぱり知る必要があると。ですから19歳が 30% 台だと、19歳の選挙は全部無効だというぐらいの厳しいですね、処置を考えるべきだと。選挙というのが実は権利である、まあ、同時に義務であるということをですね、もう国民の第3章、日本国憲法の国民の権利と義務と書かれておりますけれども、選挙の権利を持っていると、そして主権は在民にある、主権は国民にあるんだというこの理念に反しているわけですから。でそして選挙それ自体は定速数、これは過半数だと思います。投票率が 50% に達しない選挙は無効であるとするべきだというぐらいのですね、この主権者教育というのに切り替えるべきではないかというふうにこう思っております。まず全体のその投票率が上昇に転じたのは本当に良かったことだと思うんですが、例えばこの18歳の高校生に対しても、こう学校現場いろんな迷いがありながらも、それぞれの立場で取り組み続けてきましたけど、ある程度こう評価されるというか。そうですね、もうテレビ各社、それから新聞報道、そして学校の現場、こうしたところでですね、これ以上できないような努力をされたと思いますね。ただまあ先生の中には教育の中立性の名のもとにですね、いわゆる主権者教育などができる資格のないような教師群もまんま見られると、いうことがございまして、その政治活動はしてはいけませんけども、主権者としての自覚を18歳で大人として、国が認めているので、しっかりとそうした自覚を持ったということ自体はですね、いくら言っても構わんと思うわけです。で私はこの間中学生の東海だったかですね、東海北陸の、中学校の校長先生が全部集まられまして、その総会に招かれましてご挨拶をしたんですが、中学生っていうのは13、14、15歳じゃないですか。で私どもこの静岡県は徳川家康公が一つのモデルになってますが、徳川家康さんがいくつで元服したのかと。で元服っていうのは成人になる儀式ですね。でこれ13歳ですよ。彼は明治天皇はいくつで即位されたのかと、1852年の生まれですから1867年に即位されてますので15歳ですよ、ね、種子島時孝、戦国時代それこそ幕開けをこの、この象徴的に示す鉄砲というものを彼が勝ったわけですね。大枚はたいて勝ったわけです。その時種子島時孝は15歳ですよ。ですから実はもう15歳でかつて元服だったんですね。なんとなく戦後成人の日っていうのができて20歳で成人だというふうなことをですね、
いうようになって、これは兵隊に取るとかということがあったのかもしれませんけれども、それ以前にね、そのともかくその15歳でですね、日本人はかつて元服をしていた、つまり成人をとして眺めを落としてですね、きっちりと大人として自覚を促すための儀式をやってたわけですね。中学卒業はもう実はそれだということを先生方に申し上げたぐらいです。ですから18歳がなんとなく若いというよりも15歳で十分に就職していく子もいるわけですから、やはりもう15歳ぐらいからですね、やるという意味で中学生ぐらいからですね、政治経済っていうんですか、今我々の子供の頃は政治経済って言ってましたけど、今なんて言うんです、社会科教育の中で教科書があるでしょ、現代社会ですか。そこでね、先生が教えてるわけでしょ、中学生でもね。ですからもう十分にできるわけですね。それやってこなかったのはもう教育委員会ほか教師の責任ですよ。これは子どもたちの責任ではありません。もうすべて教師の責任と。今回その18歳の子はまだ高校3年生がいたから、それなりのことを聞いたということがあります。19歳の子は聞いてないでしょ、新聞も読まないで、もう政治のことなんか訳は分からないというようなことでですね、自分や私には関係ないというふうな態度があるとすれば、これはなんでこうなったのかと言ったら、もう文字通り教育の結果ですよ。すべて教師に責任があるというふうに申し上げたいですね。それからまあ家庭教育という意味では、ご家庭においてもですね、そうした自覚を促すための、お話をお父上だとかは、その年長の方がですねなさるということが、これから大事になってくるんじゃないかと思います。ありがとうございます。どうぞ。東京都知事選挙の鳥越さん、鳥宮さんどのようにご覧になって、どういった方がふさわしいと思っていらっしゃいますか。宇都宮さんどうなりました。出られるの。まずですね、4人の方ですか、プラスアルファたくさんいらっしゃいますね。今大きくは報じられているのが4人の方ですけれども、そうですね、小池百合子先生は公約を出されましたね。スーパーシティ、セーフシティ、ダイバーシティだって語呂合わせかもしれませんがダイバーシティか、要するに東京中心主義ですわね。それはご自身中心主義ということの反映ではないかというふうに思います。それから鳥越さんは正義感にあふれた人 で、ご自身明確に言われていますけれども、まだ公約は作っていないということですよね。ただ参議院選挙で憲法改正の動きが本格化するということに危機感を覚えて東京都知事に出るということですから、これが本来の筋とは違うということはご本人も自覚されていると思います。でも宇都宮さんは、これまで2回出られてですね、準備もされてきたということで、その流れで出られるんでしょう。信念の人だと思います。で、増田さんは東京消滅だとか、地方消滅だとかですね、そうしたことで地方と東京のことを考えてきた人ですわね。ですから我々、地方創生で47都道府県ですね、今月の末にも全国知事会がございますけれども、地方創生のために汗を流しているわけです。我々の国の国づくりも同じです。そうしたときにやはり東京との関係というのは非常に大きいですよ。ですからそうしたことに目を配ってくださることがありがたいと思いますね。それから東京都は何といっても世界に対してですね、東京五輪を誘致するというお約束をしているでしょう。ですからこれはですね、国がしたんじゃないんですよ。オリンピック委員会がやったわけじゃないんですね。組織委員会がやったわけじゃない、東京都がしたんです。だから東京都は国際公約を持ってるんですね。ですからこれをひっくり返すようなことを言うというのはですね、東京都民1000数百万に対する、配信になりますから、でこの点はやっぱり明確にしなくちゃいけないと思いますが、この点明確に言っているのは誰でしょうか。増田さんだけですか。東京オリンピック・パラリンピックをしっかり仕上げて、それを成果にして、
それをレガシーにして将来につなげていきたいと言われてますね。これは極めて重要な国際公約で、我々はそれをまあいわばテコにしてカルチャルオリンピアードというのもこう動かしているわけなのでですね、東京オリンピックの問題について前の都市博みたいに突然やめますと言って済むもんじゃないというふうに思っておりましてですね、ここだけはやはり明確にご自身の考えを言わないと、私どもも日本国民全体にとってですね、天下に恥をさらすというか、まあ、世界に恥をさらすことになるというふうにまあ考えております。いえ、すみません、朝日新聞細見です。知事、参院選にちょっと戻って恐縮なんですが、先ほど本来のその目的は憲法改正というふうに確信されていて、まあ、これからその方針が公然と語られていくということをおっしゃいましたけれども、選挙戦を振り返ると、まあ、政府与党側からは主に憲法改正というのはほとんど触れられなかったのかなということを思うんですけれども、そういったその政治の訴えかけ方というか、プロセスについては知事どのようにご覧になってますか。ですから人様からそういうその訴えかけが、卑怯ではないかという問いかけがなされてたわけですね。まあ、もちろん野党勢力からは厳しく批判されるからしょうがないと思いますけれども、まあ、ですから、まあ、いわば代理戦争と言われたこちらの、自民党候補、で民主党候補ですかね、民進党候補か、この方たちもその方にことについて言わなかったでしょう。岩井さんももっぱらアベノミクス、これがまあ道半ばでこれからきっちりとこれを推進していくという話でしたね。ですからこういう若い青年たち、青年がですね、国政に対して言うときにやっぱりその自分が推薦してもらっている党の方針をその選挙を有権者に訴えているわけですが、その時に3分の2を取れば憲法が改正できて公認していきますというふうな訴えを全く聞かなかったということがあります。それからもちろん原発の問題もそうですね、一切それを論じないと。もしこれぐらい大きな言ってみれば高浜原発もこれ動かしていかんとかというようなことが言われたりですね、仙台原発を動かすことについて大問題になってたり、そうした中でですね、そういうその本当に国民が心配しどうなるんだろうと思っていることについて口をつぐむと、いうことはですね、あまり侍らしくはないですね。富士山に向かってどこにも隠し立てはありませんかと、恥じるところはありませんかと言ったときにですね、問われることじゃないかと。まあ、ですから当選されたお二人もですね、まあ、こうしたことについてたとえ十分に考えてなくても今自分はこう思いますと、皆様どう思われますかというふうなこの対話をね、選挙民の声をこれを国会に届けるということであれば、自分の声をね、やっぱりまず聞かせる必要があるでしょう。あなた方の声を届けますじゃないんですよ。自分の主張は何ですかと、あなたは安保法制についてどう思いますか、原発の再稼働についてどう思いますかということについてですね、怖くて触れないと、つまり臆病なんですね。これはよくありません。退路を断つということであれば、そういう時に自分の今考えていることを正直に言った方がいいと。出ないとまた対、まあ、大きなものに巻かれるといいますか、結局陣笠のですね、議員になって上の言ってる通りにやるというようなですね、もう単なる数合わせになるじゃないですか。これは地域の代表ですからね、何と言いましても。ですからその人たちはやっぱり地域の抱えている問題について語るべき勇気をこれから持っていただきたいと思います。いいですか。よろしいですか。ごめんなさい、すいません、静岡第一テレビの城山と申します。少し前の話になってしまうんですけど、神奈川県の黒岩知事が週末に渋谷区の
のご自宅に公用車を使って結構頻繁に帰られていたというような話があったかと思うんですけど、知事もご自宅がクリーザーの方にあるということで、現在とてもお忙しいと思うんですけど、知事はどれくらいのこう頻度で帰られていて、またその危機管理上にこう気をつけられていることとかはあるのかなと。はい、まずクリーザーに公用車で帰ったことは一度もありません。はい、新幹線で帰ることが多かったんですが、最近運転する機会がありませんで、今知事公用車はレクサスでなかったセルシオなんですよ。大学の教員やった時にあんな立派な車に乗りたいなと思って、なんとか猪俣さんにですね、運転されてる方なんです、尊敬してる方なんですけど、変わってくれないかと言っても変わってくれないんですね。でこの間ようやくですね、この山梨君がまだ皇室長になったばかりの時に、彼が助手席に座ろうとするので、君の席は後ろだということ で僕は助手席に座らせていた。助手席の方がもう全然いいでしょう。まあそれはともかくとしまして、運転することができないので、磯や伊豆半島にモロンアールでですね、旅館がこう、いわゆる放射能被害の件、あ、すみません失礼しました、あれは 8.11 だったっけ、やっぱ停電の時ですよ、 3.11 だ、みんな行かないということ でその時に、もう泊まりに行って自分で運転したわけですがね、なんか似てる人がいるとか言われて、でそれで最近は車でですね、国道52号線があるでしょう。でそして今中部横断自動車道があるんですよ。でこれは実は平成29年度までに絶対やっつけて仕上げるということがありまして、その現場を見ながらというとおかしいですけども、横目で見ながらですね、そうですね、どのぐらいの割で言ってますかね、1ヶ月に1回ぐらい、実は豪雨やなんかでですね、家がガラスが割れてですね、水が浸水して、で気がついたらもう床下に水が溜まっててですね、大問題になったんですよ。でそれで大工さんが入ることになりまして、そういえば指示しなくちゃいけないでしょ。でそれがあって、去年今年はそういう動きをしておりますが、危機管理に関しましてはね、実はもう 8.11 というのがあったんです。平成21年8月11日私が知事になりまして1ヶ月余りしまして、駿河湾で地震がありまして、でちょうどお盆前だったので、そのお盆休みに静岡県に来ようとしている人たちがキャンセルし始めたんですね。でそれをその防ぐためにですね、8月13日の伊豆半島に入りまして安全宣言をしたりしたんですよ。でその時からですね、危機管理の重要性を骨身に染みて、以来ですね、あなたは聞かれてるかどうか知りませんけど、議会における、知事説明というのがありますが、今までは経済が中心だったようです。経済から入っていくと、今はすべてですね、それ以降危機管理から入ってるんですよ。でそして危機管理は私が言おうが今いが、危機があったときに対処しなくちゃいけないでしょ。ですから私と副知事今3人と、それから危機管理官、危機管理部長ですね。で土日私がこちらにいようと、あるいはどっかにいようとですね、担当の人間を決めてあるわけです。でそして、仮に何か災害が起こったときには即対策本部を立ち上げまして、そこで指示ができるようになってるんですよ。ですから、集団的な危機管理体制というのを、これをもうこの7年間やってきておりますので、何か知事がいるいないでですね、問題になるようなことでは、県民370万知事の一人のことによってですね、行動ができないということでは具合が悪いでしょ。ですからそういう集団的な危機管理体制を取っているということですね。そういう申し合わせになってますから、危機管理は大丈夫だということです。黒岩知事さんがにはですね、できれば私はもう林文子さんがね、横浜から出て行ってほしいと言われてるわけでしょ。特別知事になるということなので、あんな小さなところにですね、県会議員いらないわけです。県庁も いらないわけです。で川崎は140万以上いらっしゃいます人口は、この静岡市の2倍です。面積はこの静岡市の10分の1です。だから県会議員いらないんですよ。
ですからもう県庁をですね箱根の方に移したらどうかということをもう折に触れて黒岩さんに言ってきました。小田原に移したらどうですかと、足柄に移したらどうですかとね、とか移されないと、どうしてかなと、疲労に家があったからなんですね。奥様がいらっしゃる、それはしょうがないなってことが今回分かりました。公務で帰られたということなんですが、まあもっと驚いたのは、借り上げの住宅がですね、なんか50万ですって家賃が。でなんか新聞社に報道によれば、その10分の1ぐらいは自費で払ってるらしいんですけど、すさまじいものだなと、まあ、いうふうに思ったのももう一つの驚きです。つまり校舎がありながらまた自宅に帰られているということでね。でしかし西側に、つまり静岡県側にあまり黒岩知事は関心がないということが今回の報道で知ってですね、で土屋副知事さんにはできればですね、神奈川県相模と伊豆を一体にして県境を越える形で、やっていきたい、いただきたいので、黒岩知事の副知事のつもりで働いてくださいと、そういう挨拶を黒岩知事にしてくださいということで彼に任命した1年半前、そういうふうに言って彼は挨拶に行ってるはずですよ。それはこっちに来ていただくために。それができない理由が私的な理由であることが分かったということです。奥さんの力は大きいですよ。よろしいでしょうか。これで終了いたします。はい、ありがとうございました。以上で会見終了します。ありがとうございました。